これヤブカンゾーという中華料理とかに言える。ゆいちゃんものすごいナイフ持っとるな。おー、やります。どこまで耐えれるか。すごい。あ、めっちゃうまい。でもこっちにあるのに見つけられへんわ。あ、ほんまうまそうこれ。でかいですね、あの売ってるやつよりも。こういうとこにあるんですよ、三つ葉って。よもぎ発見。柔らかい方、ちっちゃい新芽の方が柔らかくていいんですか。アクが全然よもぎに似てない。まだ芽も出てないけど。これはコシ油。うわ、こっちもあるんですね。それもうちょっと咲くといいんですけど。ああ、漆と似てるっていう、コシ油が似てるっていうね。あの先ここがハートなんが漆らしい。やめてた方がいいか。折れるんちゃうかなって。これやっぱ小さいから置いといた方がいいですかね、ここら辺のやつは。これアケビ、何して食べるの、アケビって。天ぷら。あ、これがアケビっていうの。アケビの目。これわらび。これわらびですよね。あ、なんかここありますやん。これがわらびの親なんですか。へー。でそれがあるところにわらびがあると。めっちゃ綺麗やな。これが雪の下っていうの。そういったことですかね。あ、食べれるんですか。しかもほんまや。裏どんなん。へー。あー、かっこいいな、そのナイフ。だからね、これがあのタラの芽らしいですね。ちょっとこれね、タラね、取った時にもうすごい、これすごいしょ、トゲがね、これ。これ。うん、では取りました。はい。これ今だから茹でたんですよね、よもぎを。あ、ジュズレで茹でたんや。結構力。団子粉。よもぎ。よもぎ、ええな、これよもぎの葉っぱが子供シェフ聞いてきたやつを60数えて、これで、これで氷水に入れんねんな。あと入りきな粉ですね。シェイク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 これいただきます。あ、うまっ。これはうまい。手分けってなんかいらんやつを取ってるって感じですかね。そうですね。たまについたままやから、はい、口刺す。あ、マジっすか。刺すんや。でもよく噛んでね。はあ、これはどうなの。柔らかそうやけど。いける。あ、ちゃんとあんねんやと。いけるやついけんやつあんねん。これはいけるな。それいける。それが一番美味しそう。え、マジっすか。これこれ、そういうのが一番美味しい。あ、うまそう。出来たてのタラの芽。めっちゃでかい、めっちゃでかい。じゃあこれいただきます。あ、うまいな。あ、これセリですか。はい、セリ。これわらび。で、これがアケビ。アケビの芽。タラの芽。鰹節をかけるんです。シャー、わらび、おかか、雪の下。ちょっと一枚いただこう。あ、熱っ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 。ヤブカンゾーのしゃぶしゃぶにする。で、あと豚肉と。で、だし汁で。で、これ今重曹溶かしたお湯で、あの火は切ってますけど、熱湯で。で、これアク取りプラス茹でるみたいな感じなのかな。だからこれやっぱり取るときにちょっと考えて、できるだけ根元は取らないようにせなあかんな。で、重曹はこのホームメイドケーキ。これが1日つけた結果、ね、これ1日置くとこんな色になるんだよな。あ、色やっぱりちょっと鮮やかになったね。うん、沸騰したらこんな色になるんじゃない。ああ、あ、これでまた何回かするの、これ。いくだけ。少し水洗いし、あ、でまた水洗いする。これを何回か続けるということです。わらびスパゲッティ。そっちせしょうやで。これかわらび。して、あ、鶏ガラスープとごま油と、で塩で和えてナムルにして、でスパゲッティにしたって。スパゲッティを炒めたんやな。茹でた麺で炒めたんやな。これがわらびスパゲッティです。ツナも入ってるんですね、うん、これのスパゲッティ。いただきます。いい感じや。これも三つ葉もね、この前取ったやつですね。三つ葉のサラダ。三つ葉のサラダ、おいしいよ。三つ葉のいい香りする。タラの芽取ってるんですけど、こんなんありましたね。大阪府の日が、これ結構高いとこなんかもしれないですね。3店舗じゃないですか。
こんなあの毛虫さんがいましたね。大阪府の